ソシエダ、強くなったのは久保の効果だった模様。久保が来る前のソシエダって40得点しかしてないからな。 FC 久保めっちゃ得点力上がった。今シーズン7得点していて、そのうち3得点は久保だぞ。今日の前半まで全得点に関与していたという事実。もともと点が取れない後半失速して EC 圏でなんとか踏みとどまるのがソシエダがだったからな。この若さでソシエダの心臓プラスエース格になったのはさすがにヤバすぎる。消えた天才じゃなくてマジモンの天才だったな。完全に竹のチームになってるの草。完全にソシエダの絶対的なエースになった。今シーズンは15ゴール以上してもらいたい。個人的にはバルサに行ってほしいな。今思い出したけど、ホームのローマ戦とその次のマジョルカ戦で久保干したの本当に許せんな。もうこのままソシエダのレジェンドになったらいいよ。タケンガムなんだ。よかったらチャンネル登録お願いします。